はい、皆さんこんにちは、やってまいりました、なんかやってまいりましたっていうね、なんかそういう最初の枕っていうかな、がよく多いですよね。まあというのも、とにかく、他にないんですよね。とにかくジオグラフィックニュースの時間がやってまいりました。ジオグラフィックですね。なんといってもこの、ニュースっていうのは私にとって全てが OK ではないというところなんですけども、面白い記事が一つありましたので、皆さんと一緒にやってみたいと思います。カラスの高い知能、イソップの話は実はというのがありまして、僕はこの動物の知能の話大好きなんですよね。どれが一番頭がいいかとかそんな話がよく出ますけども、この中にカラスも入る、鳥類最高の頭いいのは何だろうとかいろんなことを含みまして、このニュース行ってみたいと思います。とにかく9分間、残りですね、間に、自分の意見も述べてざっといきたいと思いますので、皆さんはナショナルジオグラフィックを見て、興味があったらそちらの方からも、辿ってください。私が勝手に喋ってる時間がね、長いもんですからね。はい。それではそろそろ行ってみましょう。今日一人で語ります。新宿からです。ナショナルニュースです。どうぞよろしく。はい。ということで、まずはちょっとね、これニュースをちょっと読みましょう。はい。ニューカレドニアカラスっていうのがいるらしいですね。まあ、ニューカレドニアのカラスでしょう。野生生活において道具を使うことで知られていると。オーストラリアから、東に約1200キロ、太平洋南西のニューカレドニア諸島に生息する彼らの、まあ、これね、知能力ってのかなを明らかにしようというある研究チームが取り組んでいるということでございます。これまあ言うまでもなくカラスってね、日本人が見ても頭いいんですよね。日本人っていうか普通にね、我々が日本にいて見るカラスでさえも頭良くて、動物のくせに道具を使うっていうわけじゃないけど、知恵を使って餌を取るとかそういうことがあります。これも後でいきましょうね。はい。ニュージーランドオークランド大学の博士課程の学生ですね、これ。サラ・ジェルバードさん。と仲間の研究者たちはニューカレドニアのグランテール島で活動している研究チームなんですけど、イソップ物語をそのままの実験をカラスに対して行い、原因と結果の認知能力を調べたと。どんなことでしょうかね。イソップ物語にカラスと水差しという、まあ話がありますね。喉が渇いたカラスが水差しの水を飲もうとするが、くちばしが届かないと。そこでカラスが小石を次々水の差しの中に落とすと、少しずつ水、水位が上がって、水を飲むことができたというものだけど、これは、ジェルバード氏が対象としたニューカレドニアカラスは、同様の実験にどう対応したんだろうかって。これは、本当に頭痛い、いいですよね。水位が上がるわけだから。さあ、どうでしょうか。はい。ナショナルジオグラフィックニュースでは、ジェルバード氏に電話取材を行い、今回の研究やカラスの知能について詳しく話を聞いたそうです。うん。なぜニューカレドニアカラスを対象に選んだのですかと聞きました。ニューカレドニアカラスは野生生活用において道具を作りますが、そのようなことをする動物種はほんのわずかしかいないと。例えば、棒切れの端をくちばして曲げて鍵状にして、それをテコのように使って、腐りかけた木の穴からコガネムシやカブトムシの幼虫を引っ張り出すことができる。すごいよね、これ。うん。実験の仕組みはどんなものですかと。野生のカラスを用いているのでしょうかって聞きました。そうですと。グランドテール島には大きな、鳥小屋を設置しておりますと。野外に網を張ってカラスを5、6匹捕まえて、小屋に入れて適切な餌のやり方で世話すると。そこで3ヶ月間飼育したら野生に戻し、元の通り生活が送れるようにしますと。うん。イソップ物語のエピソードをニューカレドニアガラスで実験するという案はどのようにして生まれたのですか。はい。私たちの研究はクリストファー・バード氏とネイサン・エメリー氏という二人の研究者によって優れた業績を、基礎としていました。二人は、ミヤマガラスって日本だよね、これね。水中の毛虫を食べるために水の入った筒に石を入れて、水位を上げることを示したということですね。はい。うん。はいはい。水中に石を落とすという行為は野生のニューカレドニアガラスも他の動物もしません。ですが、必要があればそうするのは全く自然ですし、動物の認知能力を試す、わかりやすいやり方。でもありますということですね。実験では6羽のカラスに、筒に小石を入れることを教えたと。その上で水位変化の原因と結果についてどの程度理解したり、うん、周知できるかを見るために、これ数種類の実験を行ったと。筒に入った小さな肉にありつこうとして小石を入れるときに、水入りの筒と砂入りの筒では結果が違うことや、空洞の物体と中身の詰まった物体では水位のに与える結果が違うことなどを理解できるかといった、課題を設定したということね。カラスたちは6つの実験中4つをとても巧みにこなしましたということですね。原因と結果、物体の性質についての自然な理解を当てはめることができた。例えば中身の詰まった物体は水に沈むけど、空洞のものは浮かぶことや、ああ、なるほどね、砂の入った筒に石を入れても意味がないことを理解したと。
しかし、外観だけでは因果関係が分かりにくい U 字型の筒を使った実験は非常に苦手でしたと。あ、U 字型ね。ここは2本の筒がテーブルの下でつながっていることを、推測する必要がありましたが、それができたカラスは一番もいないと。うん、今回の実験で人間でも分かんないやついっかもしれないよね。うん、彼らが見せた成功と失敗からニューカレドニアガラスの認知能力について何が分かるのでしょうか。人間を対象した心理学では、人が誤りを犯すときの様子こそ、人の考え方について最も多くを語ることが多いと研究者たちが明らかにしていますと。誤りを見ることで、どういう考え方で問題を解決していくかが分かるということです。これは動物にも当てはまるのか、あるいは動物との問題を概念化する仕組みは人間と全く異なるのか、私たちはカラスが犯す誤りに注目することで、彼がどのように問題をうまく解決しているのか、もっと理解できるかもしれません。はい。でした。どうすか、この話。うん。まあ、いわゆるね、カラス頭いいんですよ。ね。それはもう分かってるじゃないですか。だから問題を解決すると、こうするとこうなるだろうという認知。まあ、認知症の人は解決できないんですけど、その能力を持ってるんです。で、当然ですね、僕はいろんな動物たちとの、まあ、交流もあったし、中で、やっぱり頭がいいっていうのには、本当前からカラスはね、注意してたんですよね。で、カラスって飼えるんです。飼っちゃいけないんだけど、飼うとね、もう本当に9官庁以上の頭を持ってますね。言葉も覚えますし、人間の意思もあるし、本当にすごいです。今言ったように道具を使うというのは当たり前にやりますね。うん。だから、鳥類の中で最も頭がいい方に入るでしょう。で、カラス自体は、まあ、もちくちばし大きいけど、猛禽類のくちばししてないじゃないですか。ね。カギ爪もあるけど、いや、猛禽類のカギ爪もしてない。通常の雑食性であって、体もまあまあは大きいけど、そんな巨大ではないと。集団で行動しますよね。やっぱ社会を持っていると。これを考えたときに、やっぱ頭いいです。よーく見るのはね、食べたいもので硬いもの、くるみとかそういうのを、道路に置いて、車に、なんだろうな、潰させて、それで身を食べるとか。そんなこと当たり前にやります。で、高いとこから物を落とすなんてことを、そして割るなんてことも平気でやる。まあ、いろんなことを分かってるんですよね。そこら辺あたりが、ただ捕まえて食うとかね、なってるものを食うというものとは違います。まあ、すごいと思いましたね。うん。で、それ以外に僕がね、本当すごいと思うのは、まあ、猿はまあ、猿なりのことで言うまでもないし、やっぱりチンパンジーと言われる、やつらの中ですごいやつは人間の言葉とか算数ね、できますよね。もう当たり前に理解して算数ができます。もうそこら辺のところあたりはかわいそうなぐらい頭いいと。うん。下手な子供よりも頭いいですね。ただ、頭脳の中の身体能力に当てる部分と認知能力に当てる部分とかが違うんですよね。だから、まあなんだろうな、人間とは違う頭の良さの発展をしてるっていうだけで、ただ人間の持ってるような頭の良さも持っているんですよね。まあ志村動物園なんか見るとよくわかると思いますけど、本当に頭いいです。で、同時に、イルカという言葉が出ます、ね。イルカクジラ。で、イルカも頭いいです。確かに、ね。どのぐらい頭いいかというと、やっぱり物を楽しむとか人間とコミュニケーションするとか、そういう能力を持ってます。はい。当然頭がいいけど、僕がすごく気にしてるのは牛ですね。象、牛。この頭の良さは尋常じゃないですね。やっぱり象は、本当に社会を持ってて、人をなだめるとか、人間に対して気を使うとか、ね、象同士の中のコミュニケーションで、通常ある作業、当然象の体型って見るけど、前足、後ろ足はとにかく歩くためのものがあって、残りは鼻じゃないですか。だから道具とかそういうのも使えといえば使えるけど、その必要性がないように鼻が発展しちゃってるから、そういうことはしないです。うん。カラスなんてのは、羽と飛ぶための足でしょ。だから、くちばしを使って頭脳を使いますよね。で、象ももちろんそういうのを、やりますけども、基本的に頭上にあるものを食べるとか、とにかくそういうことは、頭脳として働かない、働く必要はないですけど、ものすごく何かを達成しなきゃいけないこととか、そういうことね、強いですね。で、牛がこれがね、また驚いたことにもっとすごいって言ってもいいんだけど、牛、正直で仕事をするという感覚があるんですよね。だから、あるおじいさんが、ね、一緒に仕事して倒れてしまったと。さあ、どうするか。そのまま、荷馬車に乗せてね、後ろ、家に帰るかと思ったら、病院に連れてったっていう有名な話もあります。あと、由布島で働いている、なんだろうな、水牛というかね、水を、ね、水車を引くというかね、人を乗せて動いてる牛なんかは、仕事をしてるっていうことが実感があって、自分たちでですね、仕事が終わった時に、もう始まる時に、自分でドアを開けて水牛を、水車を持ってきてとか、まあ、どっちにしろすごいということですね。まあ、動物についてまだまだいっぱい語りたいことですけど、時間が来てしまいましたので、ご覧で終わりたいと思います。また来週、とにかく皆さんと一緒に話しましょう。それではどうもありがとうございます。本当にね、動物、また違ってみて、ね、ありがとうございます。さようなら。
ようならです。どうもありがとう。この番組はあなたの街のエンターテインメントウィザードインがお送りしました。